はい、えー、即塾の久保です。今回ですね、ビットコインが昨年300万円の大台をついに超えたわけですけども、どうしてこういうことになったのかなってことを振り返ってみようかと思うんですよ。えー、実はね、こんなことになる前に分かっていなくちゃいけないし、分かってる方が、まあ、本当の投資家って言えるんですけども、まあ、少なくとも私みたいな中堅投資家はですね、物事が起きた後に、なんでそうなったのかっていうふうな分析ができないと、やっぱり話にならないのかなと思うんですよ。こういうふうな形で、 自動分析っていうのをどんどん繰り返していくと、事前分析にも繋がっていくんではないかなと思ったんで、今日は放送の方をお届けしようと思います。まあ、私はビットコインが300万円を突破したことにはね、3つぐらいの要因があると思ってるんですよ。えー、例えば1つ目はそうですね、 まあ、資金集中する3つの背景としても語られることが多いんですけども、まずは、あ米証券取引委員会 SEC ですね。こちらの証券法違反の疑いでのリップル社への提訴ということですよね。まあ、こうなるとリップルに大きなお金を預けてた方っていうのは、まあ、大体それを換金して何かの通貨に変えるということが予想されます。その一部がビットコインに集中したんではないかなと思うんですよ。 まあ、リップルのファンっていうの,の中にはリップルを絶対に売らないリップルホルダーっていうのがね絶対いるわけですけどもそういう方ではなくてリップルで利益を上げようと思ってまあ便宜上 を購入してていいたって方もいると思うんですよね、まあ、そういう方はおそらくビットコインっていう基本的な暗号通貨にまあ振り返っていくんではないかなと思います。これは中期的に短期的に振り返ったというふうに考えられますけども、そのおかげでですね、えー、ビットコインっていうのが値上がりしたっていうところは考えられます。えー、リップルっていうのは大抵は大量に、えー、購入している方が多いですから、まあ、例えばね、えー、1000万円とか2000万円っていう価格で、 ビットコインに換金されれば、ビットコインの価格を押し上げるってことが簡単に予想できるんですよね。まあですんで、まとめて言えば、えー、SEC によるリップルへの提訴がビットコインの値段を押し上げたっていうことが一つです。じゃあ二つ目は何なのかなってことなんですけども、まあそれにつられた、機関投資家のヘッジ買いってのがあります。えー、そして、えー、今年はですね、新型コロナウイルスってのがかなり世界に蔓延しました。 で、財政出動がそれに応じて出てきたわけなんですけども、例えば、アメリカの方でも最近のニュースでしたら、93兆円の財政出動をトランプ大統領が認めたんで、これはね、2021年に実現すると思うんですよ。市場にお金が溢れてる、お,お金が溢れてくると思うんですよ。まあそういったことを見越して、じゃあ今浮いてるお金をビットコインに変えといてもいいかもなっていう形で、ビットコインにどんどん資金が流れたってことが考えられますよね。 今お話した二つの要因だけでもビットコインの価格が300万円になったことは十分納得できるんですけどももう一つ基本的なテクニカルですよねテクニカルっていうのはチャートの形を見て将来のチャートの形を予測する最も基本的な FX の手法なんですけどもビットコインほどの出来高があまあ担保されればですねこのテクニカルっていうのが十分生きてくるんですよ まあ、ドル円以外の通貨ペアでもテクニカル分析っていうのはよくありますけども、それと同じレベルで、今、ビットコインっていうのがテクニカル分析ができるように、まあ、市場が温まったわけですよね。まあ、そう考えていくと、レジェスタンスラインを超えて真空状態。要するに、前回の最高値っていうものは、ビットコインが生まれてから今まで存在したことがなかったような高値なんですよね。まあ、そうなると、詐欺リスクよりも高くいく、こう、まあ、メリットの方が大きいわけですから、 まあ、集中買いが、ここで生まれるのかなと思います。要するに、テクニカルを意識している人であ,るあればあるほど、この250万超えっていうところで、大量の注文を入れるっていう風なね、形が予想できるんですよね。で、こういう風な3つの要因が相まって、えー、ビットコインというのは300万円を超えたんじゃないかなっていうふうに私は考えますけども、別の見方もあると思いますんで、必ずしも私の考えが、そうだってことではありません。私が、 考えるなり、まあ今3つのように出しましたけども、私の頭ではこれが限界です。もっといいアイデアがあるかもしれませんし、もっといいアイデアが出せる方っていうのは、もっともっとね、えー、ビットコイン投資でも利益を上げる、そんな有能な方なんじゃないかなと思います、えー。今回は以上ですけども、皆さんにも何かお考えがありましたらね、またメッセージなどいただければ幸いでございます。それでは、2021年も暗号通貨、かなりね、盛り上がると思います。最初からこれですからね、これはなかなか面白いんじゃないですか うん、ということで、えー、もしね、ビットコイン、ちょっと買っておこうかなって方がいらっしゃったら、動画概要欄に、うん、ビットコインのね、取引ができる、ビットフライヤーのおー紹介 URL をつけておきますので、そちらの方からご参加くださいえ。ちなみにですね、ビットフライヤーにダイレクトに行くよりも、ポイントサイトモッピーを登録して、そこからビットフライヤーに、講、えー、座を作った方が何かと有利だと思いますので、今回は、あモッピーというね、ポイントサイトのおアカウント、 作成 URL を付けておきます。モッピーの方は私もね、動画をどんどん出しています。えー、そちらの方をご利用いただいて、まあ、少しずつお金を稼いでいって、その、モッピーで稼いだお金で投資すると、最もリスクが少ないんじゃないかなというふうに思っています。それでは以上です。